やっちゃうよ、ラジオです。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、昨日ね、ラットのチャンネルでやった二次賞チャレンジの生放送があったんですけどね、そこで、ね、結構ね、面白い場面やね、結構うまいプレイをですね、できた場面が結構何箇所かあったんで、そこら辺をね、切り取って動画にしたんでね、見てもらえればなと思います。ということで、どうぞ。先ほどから黙って急に黙り出したライク・ジョーンズ選手。クロスボール引いて涙です。相手はクロスボール、ライク・ジョーンズ選手。これをラムライダーデッキ、はい、動画で紹介してたやつかな。そうです。割と高回転ラムライダー、割と高回転ラムライダーデッキですね。後ろからインドラン行く、ここからペッカ多い。ナンバーはこちら、ピッキー玉に飛ばしてピッキーランド、そしてランバーで、ランバーが走る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 、そこでラムライダーを飛ばすか。ここ来たぞ、クロスが来たところをどうする、どうする。インドラで、インドラとインドラとランバーで潰しにかかるが、相手のザップ、こっちもさあ行ったラムライダー、さあ行ったラムライダー、ゴーゴーでもつけていく。早い、これこれたどり着くか、たどり着くか、ラムライダー、たどり着くか、たどり着くか、たどり着く、たどり着いた。さらに後ろからランバーが走る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 、叩く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 、ポイズンで飛ばし、これあとはもう魔法で削る三段ですか。三段でございます。そうです、三段ですか。なるほど。ラットさん、今小声隣で、はい、さっきから相手強いんだけど、ぼやいてますけど、ラットさん、隣でぼやかないでください。大きい声でぼやいてください。大きい声で言ってください。さっきから相手強いんですけど、聞こえてますからね。はい。大丈夫ですか。さあ、ありがとうございます。ありがとうございます。これ3勝目。3勝目ですね。相手が強いと言っていたラット、佐々木さん今やばい。やばい人を中心に見ていく。やばい人を中心に見ていく、この音。きついやつじゃないですか。マジでやばい。相手がこれジャイプリンスですよ、これ。天国とは同じでいったな。ちょっと違う。いや、全く同じじゃないですか。あとスペルは2枚。あ、一緒ですね、おそらく一緒ですね。これ美味しいな。ジャイ…ジャイ…ヤバクラ当たった。サンスペジャイ…ヤバクラ当たった。あ、やばいぞ。そんなにないよ。ペッカとか、でもラバーが多いよね。マジスローンじゃなくて。ラバーこれ危な主義。経験最高って言われてます。ありがとうございます。はい、いや、うまい。まあ、俺が言うのもなんだけど。さあ、両サイドから攻めていくライフジョンズ。両方入ってる。おー、イントロが、レイジ乗って、インドラが一気にダウン落としていく。あ、ミスった。なんかミスった。危ねえ。もっと雪玉を手前に落とす。まあ、あります。そんなこともありますと。危ねえ。やばい、これはなんとか右を守ることはできそうですからね。おっと、踏んだ踏んだってたちょっとやばいっすね。これはライキさんはこのまま人気でしょう。まあ一瞬危なかったように見えましたが、途中の両ダイムで一気に落としていきましたね。危なかった。さすがに。あー、上かな、ごめんなさい。ボンさんの実況見に来ました。どうした嘘でしょ。いや、だからいるんすよ。さあ始まりました。いるんすね、マニアックな方が。そのライジョン選手、今10勝0敗順調です。ありがとうございます。デッキは相変わらずラムライダーか、ラムライダーっぽいですね。そうですね。このデッキ確かラットさん、あれライジョン選手 YouTube チャンネル上がっていましたが、もちろんでございます。気になる方はぜひご覧ください。お願いします。なんだよ、したたかに。なんだよこれ。さあでもナンバーが入ってくる。さあ相手もラムライダーだった。どうする、どう止める、どう止める。ラムライダーにはラムライダー、目には目を、歯には歯、ラムライダー。そういうことです。でもこれ今の長さについてる、はい、まずいな、言えなかったらまずいな。来週はこれ結界にのラムライダーデッキですかね。多分そうですね。テンプレならば一方、来週の選手は割と高回転ラムライダー、割かし高回転ラムライダー。これ相性的にはどうなんですか。相性的には5分ですかね。5分、なるほど。では集中していってきましょう。ありがとう。
アイドル。なんだこれ。何これ。何が違う。何が違う。さあピピピカチで、これピピピランドが。ピピピランドの王子様、ナンバーが受ける。ピピピランドって何なんですか、そもそも。わかんない。誰が言い出したのかもわかんない。誰が言い出したのかもわかんない。ピピピランド。さあ、それはペッカー展開していくぞ。これ今インドラ多分おそらく途中で潰れてしまいますが、高回転なのでもう一回回ってくるかもしれないと、はい、いうことですね。これが強い、この高回転デッキ。インドラが無理に回ってくる。いや、それはないだろ。さあ、浮き球飛ばしてきたが、あれずるくないですか、ちょっと。ずるくはない。さあ、これでもその後、アイドラが沈んだ後にピピピが来るぞ。ただこの、どうなの、このラムライダーによって、ああ、まあラムライダーで、ラムライダーの作業を取る。ラムライダーではラムライダー、うまっ。今のなかなかうまい攻めでしたが、ライターの防衛も光る。さあ後ろから、さあ両台で見た得意の両台のからの攻め、右も左も行ってる。さらにボコンジンで削っていく。よし、防衛からのピピピランド右は、おお、させない、ピピピはさせない。そしてレイジに乗せて、レイジの残りに乗せていく。とりあえずインドラを後ろから、一旦後ろから、ただこれランドを走らせることによって前に出させる。ペッカの後ろには付け出せない、前に出させる動きですね、今のね。そうですね、さすがです。合っててよかった。さあ後ろから逆サイラムライダー、雪玉でキャンセル。このままペッカが残るが、アイボレーする。さあ、でも後ろからビビビランドは乗り場はちょっと間に合わないか。まあまあまあそれぐらいはいいですよと。さあ、右のラムライダー止まってるぞ。そう、これラムライダー止まり合いかのカウンターが怖い。さあ、ペッカがちょっと残ってるのがちょっとやらしい。どうなる、ちょっと不安、ちょっと不安、右サイド。ただ、ラムライダーで止めていく。ラムライダーではラムライダー。なかなかでもお互い削れない展開が続いて、よくよく右も左も見てますが、どうした、ミスった。おっとおっと、ピピピランドからのラブライダー、どうするか、どう止める、どう止める、止まるのか、それで、うまい、止まってない。ラブライダーピピピが入る、止まった、なんとか止まったが、うーん、メガじゃない、エビドラが入り続けていた。さあ、ダメージを受けてきたよ、やばいな。左のエリアと無視できない。そしてビビランド、よろしくないですね、非常に。ちょっと非常によろしくない。さあ、この形、ビビビランドからのラムライダー、ラムライダーにはラムライダー止めるとこだが、うまい雪玉でさあ時間がない、ビビビランド入っていく。ランバーでなんとか防衛、やばい、ちょっとやばい、マジでやばい。さあ、ランバーが走るぞ。ここはエレミズをポイズで処理。ただ、これカウンターになって、さあ、ユーノが走ってくる、ユーノが走ってくる。これは止まるかな。やばい、待って、相手うまいですね。相手うまいよ。分かってて突っ込んでこないですね。確かに。いや、これはいい勝負。さあ、ラムライダー、ラムライダーでラムライダーか。そうなんです。そしてこの位置、ラムライダーにはこの位置。覚えておいてください。ありがとうございます。あーっと、もう一度打たれてみた。ただ、これカウンターになるか、カウンターになるか。さあ、どんどん重ねて、どんどん重ねて、ここは勝負と求めた。さあ、来ても走ってラムライダー、到着。さあ、雪玉。ランバーが一発、二発、さあ、バートはもうポイント圏内、雪玉でもなる。いいです。今のはギリギリ。これスタンプ、スタンプ。あぶねえ。めっちゃ危なかった。あれだと。いや、あと少しやん。天狗とライキサー。あと三勝でも。と言うて、やってる選手も今17勝まで来てますね。あと3回。ライキサー選手見てみましょうか。いやー、事故ってる。サイクジョーンズ選手、これもラムライダーですかね。変わらず、多分ロイジャーですね、相手は。いや、きついな、マジで。最悪だ。変わらず、割と高回転ラムライダー。さあ、この両回転目ですね。連続くらいかもしれない。俺、すっごいんだけど、そのゾーン。ここ来たら、マジで来たらもしかいない。ラムライダーがこのライダーに向けて止まらない。入っていく。しかもレイジに乗ったバーバリアンが一発、二発、かっこいい。フェイリは言わんじゃん。フェイリかっこ悪いな、それ。
まあオーブンですか。さあ一旦お休みで、ライディオの選手はこれ手札が軽いので割と軽めなので回していって、え、俺が言ってるの、フォークを立てて、すげえ美味しい。これもうポイズンで削って、はい、こう呪文削りまで見えますか、ここから。まだ早いか。見えます、見えますと。1000超えたら呪文削りって言ってましたね。え、負けたの、ずっとグラチャルやってた。やばやばでしょ、まさかの。やばずっとグラチャルやってた。つらこれはやばい。そんなことが、そんなことがハプニングです。うわーつらい、これグラチャルだ。ここで気づいてよかった、なんなら。つらい、参集しちゃった。つらい。セカンドチャレンジなので、1回リセットします。いや、つらそんなことある。もう、はい。それは、絶望の。落ち着いてください、落ち着いてください。落ち着いてください。落ち着いてください。序盤は、序盤は言うて、そんな感じですから。まさかの、やってたチャレンジが違う。これはマジでつらいな。これは、安定して、これは、あとはもう、ポイズンを打って、トビ2回ですから。そうですね。すごい、安定してる、安定してる。さあ、このロイジャーを止めれば、勝利一気に近づく。だいぶ長強い。さあ、ここで、締めのポイズンを打って、雪玉も重ねて、よいしょ。よし、GG です。これ17勝目、そうっすね、17勝1敗。いやー勝ちて1周目で1体。うわ、やってるのに、マジか。そこマジ。じゃあ一旦ライキさんのを見て、その後天狗さんの入手見ますか。いいですか。さあ延長戦か。あ、ケンケンさんとか、はい、やってても大丈夫ですか。あ、わかりました。はい、もし試合途中で終わったら、はい、こっちに参加してください。ヤクルさんも。はい。え、17勝 ?18 勝です。18勝。18勝で一旦2セットと。つらい。さあ、これ、ライフゾーンです。今、18勝1敗。これ勝てば、19勝、20勝までリーチ。8勝。いや、いい勝負。いいポイズ。いい勝負だぞ。さあ、どうする、さあ、どうする。さあ、さあ、さあ、さあ。はい、これもこの位置から。さあ、来ました、さあ、スケルトンラッシュを、ローリングバーバリアンで一旦飛ばして、さらに。強い、これが強い。うまい。このアイゴレ。アイゴレ、背中で語る。さあ、そして、オーブを取った。さあ、ラブライダーをあの位置から出して。防衛ポイントの相手に使わせる。乗っていく。さあ、攻めのポイズン。さあ、なかなか届かない。なかなか届かない。ここで746、ライゴレつけて、高回転で回ってくるんです。高回転で攻撃回ってくるんです。ラブライダー登場。ローリングバーバリアンで。ただ、あ、やけど、さあ、これ届くか、届くか、ラブライダー、届いた。残り250、これ、これ、ポイズンでいけるのか。雪玉でいける、雪玉でいける。いや、どうだ、これいけなかったら、いや、いけない、いや、足りない、いや、足りない、いや、足りない、雪玉じゃ足りない。あ、でも、守り、守り、これを守りきれば、これを守りきれば、一気に勝ちにし、近づく。さあ、雪玉を投げる。やるな、危ねえ。さあ、来場です。ポノス、ポノス。19勝。あ、ポノスチーム。19勝いっぱい耐えられました。では。いや、めっちゃ緊張するな。では見てみましょう。テンゴットさん、お願いします。それだ。確かに。行こう。いや、マジか。勝てたな。さあ、来場です。今、マッチング中でございます。マッチング待ちでございます。うわぁ。20勝。さあ始まりました、ライキジョーンズ選手の20勝チャレンジ。勝てば20勝。普通にさあ日本人から知ってる人ですね、うん、なんかもう上手い人です。上手い人、はい、マジか。ここで引いてくる。勝ちたい。さあお互いが動かないぞ。さあもしこれライキさん勝ったら特上寿司が待ってます。やったー。スライキ選手勝て戦ゴレかロイコブだと思うんだけど、ゴレロイ、なかなか公開転、あ、ゴレロイラバ、全部ある、全部あるな、なかなか公開転ラムライダーデッキですね。あ、あ、いや、いやでもまだ全部ある、ゴレかも、まだわからない、全部ある、全部ある、でもラバは多分ゴレ、多分ゴレか、ゴレかロイじゃ、じゃあどっちか、まだわかんない、まだわかんない、まだわかんない、ラムライダー通った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 、ニアズ、ニアズ、ニアズ、いやいやいや、とかせとかせ。
これここまで削ったらでかいからこのままじゃ入ってしまう。これでなんとか守れるか。いやきついな。いやこれ兼ねたらでかいっすね。これライトニングか。相手ゴレ。ゴレスゴレス。ゴレ。テンプレス最近の入り。ゴレ。ゴレ出さない。ハンターじゃないから。後ろから。インフェルドラゴン。さあ受けていくライドラを生かすという。インドラ。はいごめんなさいインドラありがとうございます。後ろからコウモリ。この辺目あうまいうまい来た来たインドラがいつまでも生きている。さあこの形プリンスしかないなと。さあプリンスがないしかないと言って登場してきたラブライダー止めていく。入っていく。これはいったかこれはいったかインドラが。そのままにやるな。うまいいいよプリンスも溶かした。いやーこれはでかい今がいい。ただ相手はおそらくゴレワンチャンある。さあ来ましたこのゴレ。さあこの間ですけど逆サイド攻めていくランバーで。このゴレをインドラはおそらくなかなか高回転できるのでインドラ2回回ってきます。シュートがフープンで公園ユルトを消していって。さあなかなか溜まってきたドライトニングユルト浮き玉で。さあ全然これが通らない。ライトラが2体いる。ただおおおおおあこれは来た。さあこれは来たかこれは来たか。ここでおそらくラムライダーナンバー登場してくるでしょう。最後の攻め。さあ来ました。いやマジか。さらに生き残り飛ばして恒例の最後のサムライダーの突撃を決めて。おはようございます。大吉選手ありがとうございます。20勝到達のことで一番乗り。イエーイすごいなおめでとうございます。あざっす。いやこれうまい。素晴らしい。あざっす。さあ大吉さんどうでした。いや気持ちいいですね一番乗りということで。あざっす。